佐藤君高と日本一伊豆山内千代文です。さあというわけで、はい、笑うポイント第1回目第1回ということで始まりましたけども、はい、まあ、この番組は、とことん大喜利好きの僕たちがですね、はい、大喜利をもう極めて研究していこうという、うん、そうです、番組となっております。斬新な番組です。斬新な試みでやっていくということで、はい、まあ、まあとりあえず本日の、うん、お題からいきますか。お題を発表したいと思います、うん、本日、研究するお題はこちらでございます、運動会のリレーで腕を回すと起こることとは。はい、まあ、よく ありますよね。ありますね、実際に言いますもんね、うんうん、このお題を。そうですね、研究していくということで、はいはい、リレーで腕を回す、まあ、よくいますよね、お父さんとかが。そうそうそう、回せっていう、そうすると何が起こるかっていう、うん、じゃあお題ですけど考えていきますか。とりあえずそうですね、とりあえず考えてください。とりあえず考えて、はいはいはい、卒アルに乗りやすくなる。まあボケじゃないかもしれないけどもね。あ、シャッター、チャンスってことですよね。そう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 、要は、うん、印象に残った方が卒業アルバムに乗りやすくなるからっていうやつなるほど、結構勢いでいくやつ。はいはい、どこ視点かもよりますよね、まあ、誰目線っていう。はいはいはい、ね、そうですよね、走っている人なのか、はい、それを見ている人なのか、それか全く関係ないとこから行くパターンもあるよね、うんうん、そんなこと起こっちゃったみたいな、うんうんうん、のもある。なんか地球温暖化が進むみたいなもうボケてんじゃんなんでみたいな、なのもあるよね。でもそういうのって、うん、なんか一発目大喜利の、うん、まあ、テレビとか、うんうん、まあ、ライブでも、うん、一発目の回答としてはふさわしくないですよね。そうなの、おぎりって結局はその順番だよね。最初結構ベタとか、そうそう、勢いのある、そう、なんかそういう回答があった後に変化球とか変化球が来ると、うん、決まんだよね。いける、うんうん、俺ライブとかだとそのポジションを狙ってますか、狙ってますそのなんていうんですかね、分かりやすく直球みたいなのを出すのがちょっとなんていうんですかね、恥ずかしいの、恥ずかしいあるよね、そう、誰か早く出せみたいなと思っちゃうんですよね。あるよね、だから被らないようにしようとするとさ、はいはい、結局なんかなんだろうね、変な方向に行っちゃう時あるんだよね。そうですね、そう、だから難しいんだよね。難しいです、それ難しいです、うん、じゃあ僕の回答腕を回す、うん、そうすると風が吹く、うん、で結局おけやが儲かる地球温暖化パターンのそうですやつですね。でも理にかなってるってやつですよ。そうですね、はい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 、風が吹けばおけやが儲かるっていう言葉があるやつを、その前一個前のやつですね。そうですねお前だったんかいとお前が原因だったんかいと、はいはい、あ、そのおけやが儲かるパターンでいくと、はい、こういうのどうでしょう。溶けてバターなるほど、こういうね童話がありましたからね。あ、はいはいはい、ぐる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 ってのは最終的にバターになったんですよね。はいはいはい、でもこういうのは出すとあまりウケないっていうあー、ちょっとこう想像させるみたいな、そう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 、見てる側に想像させるのは結構難しかったりするもんね。あんまりむずいね。で大体あれですよね、ダメな芸人さんとかは、うん、楽屋で今日の客重いなみたいな言うね、なんかなーってやっぱその大喜利ってなんかそのワードセンスじゃないけど自分のセンスを信じ抜くみたいな大事じゃないですか、うん、そう、それはあるね、はい、でもそこで勘違いしちゃうと、うん、なんか今日伝わんなかったのなーっていうのありますからね。そうなんです、ね、伝わんないのがさ難しいよね。伝えるのか、伝えるのが難しいんだよな、はいはい、うん、伝わらないパターンで、
伝わらないパターン。多分ね、ああそういうことねみたいな感じだと思うんですけどね。はい、はい、これです。ヒルナンデスでなんちゃんが急に話をまとめた。あーこれあれですよね、巻きが、そうそうそう、巻きが入ったよっていう、はいはいはい、だからこれそれ知ってれば確かに笑えるかもしれないけども、はいはい、それ知らないと何のこっちゃと、何のこっちゃとなりますね、うん、今日の客おめえなってなるやつですね、はいはい、はい、こちらです。腕の回し方いいねって君が言ったから今日は腕回し記念日。はい、これはあの俵マチスさんのね、なんかこう有名なやつを名言とかもじるやつ、ことわざに入れ込むみたいな、うんうんこれも僕はよく終盤になります。こういうのはこういう名言パターンはそうですね。あとなんか大喜利って、うん、なんか縛りじゃないですけど、うん、なんていうんですかね、例えば全部野球だったら野球の持っていくとか、なんかちょっと下ネタのキャラある人はそっち行くとか、うんうん、その自分の得意なのに持っていくっていうのもありますよ ね、うん、ね、大喜利俺得意なのなんだろうな。あ、俺でもこれ好きかもしれない。だったらこういうの好きですね。ワードが好きなのかな、多分。リレーの神様が哀れない。俺ね、意外と神様っていうワードが好き。ああ、なるほど、うん。確かに便利ですよね。一つなんか自分の、うん、そのなんていうストロングワードみたいな、そうそうそう、持ってると、うん、どのお題にも結構使えるじゃん。そうそうそう。それが山内さんは神様。神様っていうのが俺好きなんだな。確かに。神様とか先輩とか好き。あの上の人のやつ、はいはいはい、俺カーディガンとか使います。何それどう使うのカーディガン何カーディ全然使ったことねえワードだよ。あ、ないですか。何カーディガンって、え、カーディガンを羽織るって言葉結構便利なんですよ。あ、それはでも俺のマイティかもしんない。はい、うん、え、で、このお題だとどうなるんだろう。あ、そうか、回すとカーディガンを羽織る。このお題がちょっと適してなかったでもな、はい、合うのが多いと思う。そう、そうなんです。あ、はいはい、いいな、それ欲しいな。いいな。君ってあれだね、あんま喋んないんだね、書いてるときって。喋んないっすね。喋ります。あ、でもガンガン喋るタイプいますよね、うん、そうそうそう、喋ってあのハードルを下げるタイプ。だって黙ってるとハードルどんどん上がっていくでしょ。確かに。俺なんかそれは耐えられない。はいはいはい、なんで喋るパターンです。黙って黙ってなんかその緊張とかみたいなのを、そう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 、やるのもいいと思う。あ、そうですよね、うん、喋る派なんですね。喋る派だね。でもあの俺自分でやった書いた回答であまり笑わない派。あ、なんか書きながら笑う人とかいるじゃん。あ、います。とかってあれはしない。あれだとハードル上がっちゃうからね。上がっちゃうからね。でもなんかその大喜利で、うん、そのなんていうんですかね、回答書きながらとか、まあ、よく喋る人っていうんですか、うんうん、人ってあんまりなんか大喜利得意じゃないイメージがあるんですけど、なんか不安だから喋っちゃうみたいな。そう、俺それまさにそれ。まさにそれ、怖いの。これはどうでしょうかね、いきます。腕を回した人の、70% は数年も売れる。なるほど。こっちか、こっちか、はい、はい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 、か未来になっちゃうっていう、はいはいはい、いう腕を回した人がこうなるみたいな。そう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 。これ何でもいいですもんね、うん、腕を回した人がその例えばエグザイル、あ、そっちの方も面白い。エグザイルのこういう、 そうそうそう、このポジションになれるみたいな。あ、そっちの方も面白い。そっちの方も面白いな。お、いいな。なんかチューチュートレンド、ね、そう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 、こういうやつでしょ。ヒロにスカウトされるみたいな、その後出せますよね、うん、ああいいな、そっちの方いいな。結構人の回答からってありますよね。あるある、あの
広げるやつね、はい、かぶせるってやつ、はい、うん、大人数でやってる時はる、うん、あとあれはどう、あの現代大喜利界ではマストアイテムとなっている、はい、マストスキルとなっているあの絵、絵ありますよね、絵パターン、絵上手い人って、うん、まあ、得ですよね、大喜利、そう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 、界というかその世界でいうと、ね、めちゃくちゃ羨ましい、欲しいよねあのスキル ねそうですよ ね、だから逆に漫画家さんとかで大喜利やったりするじゃん、はいはいはい、あれもいいよね、あれずるいっすわね、あれずるいっす、ああいうの欲しいな、破壊力が、そう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 、 1枚のね、はい、ガンって出されるとね、はいはい、あーやっぱ絵上手じゃないとダメなんだな、そうですよね、絵、うん、どうですかその、俺ねダメ、絵はねあんまり上手じゃない、そうっすよね、うん、俺じゃあ絵いけんじゃなって、いや俺本当に、うん、中の下ぐらいですよあでもまあ中行ってるならいいさ、俺と下の下じゃねえかな、なんか俺あれ書きたかったのさ、このお題をパッと聞いた時に、はいはい、こういうやつこういうやつ中華のマーク知らない、中華のマーク、中華っていうかさ、丼にあるマーク、こういうの知らない、えあ、わかりますよ、なんかあるじゃん、こういうやつ、はい、ありますあります、はいはい、これどう見ても片つむりですよね、そう、片つむりしかならないけど、なんかこんな風になってなんか中華料理食べたくなるみたいななんかそういったね、中華料理に答え持っていこうと思ったんだけど、いや俺多分これ書けないやと思って、はいはいはい、なんかさっき言ってた、うん、ちょっとなんか下ネタっぽいとかそういうので考えてみます、ああ、はい、このお題で、はい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 、ちょっと、はい、はい、その腕の回しを見て、うん、逆に、うん、女優の方からオファーが来る。はいはいはい、はい、腕の回しを見てね、はい、あれでどう攻められるのかエロい目で見ちゃったっていう、そう、それくらいすごかったね魅力的だったんだ女優ってあれですよ、 AV 女優ですからね、知ってるよだってだってその縛りでしょ、だって AV 女優じゃんなんか野球とかだったら、うん、例えば三塁コーチャーの動きとかに例えれそうですよね、うんうんうん、回れ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 なんですよね、だからまず似た動きを探すっていうのも一つのね考え方だよね、ですよね、うん、これと同じに動きた、さっきのエグザイルもそう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 、そうですけど、あとなぜか大喜利って、うん、エグザイル使いますよね、使うエグザイルって結構使えるんですよ、タンタン、なんでこうちょっと笑いの対象みたいになったの、まあね、失礼だよねそうだよね、かっこいい、かっこいいね、あの、うん、ユニットってグループですけども、そうですよね、なんかそういう一つ、うん、持っとくといいですよね、さっきのワードと一緒で、うんうんうん、エグザイルとか、あと俺がよくミスチルとか、あービーズもそうかな、あーそうです ねそういうのは、うん、松崎しげるさんとかよく使えますもん、使うね、よく使う、黒いっていうお題に黒いって出てくると、まあ、これほんと結構、うん、まあ王道じゃないですけど、うんうんうん、絶対松崎しげるさんとか、うんうん、まあ、清原とかその辺はあと、うん、テレビとかじゃなかったら、うん、だからそこのなんか時の人みたいなの出せますよね、はい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 、なんか悪い人でしょ、悪い人悪い人でしょ悪い、見ろブラックの方、ね、そのブラックの方でしょ、みたいな、うん、使えますよね、うん、連想だよね、はい、そうなるとね、あとこの運動会だったら、うん、なんかそれこそなんか学校あるあるに当てはめるとか、ああそうそう、こうなるでますと、うん、先生がこれテストに出るぞみたいなね、あ、これあるちゃんと見とけみたいな、うん、あれテストに出るぞみたいなカーブで、する動きとは、うん、こういうのがなんか学校あるある、うん、あの逆に答えを教えてほしいんだけど、はい、俺ここまではひらめいたのよ、あ、途中までは途中まではただここが分からないのよ、
これね、直線で丸丸丸、うん、ほうほうほう、だからまあコーナー曲がった後に、ああはい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 、直線であれですよね、コーナー回るときは腕回すけど、直線その後のことを、はいはいはい、直線でって、しかも俺なんかいい、なんかズバッとくる言葉だから直線でなんとかなんとかっていう、はいはいはい、俺で考えたのなんか直線で恥ずかしくなって心が折れるだったんだけどまあ、あーさっき俺回しちゃったよみたいなのあったんだけど、でもあー弱えなと思って、なんかなんか俺結構大喜利の答え出すときに、なんか言葉の余計な言葉入れないようにっていう、なんか心がけてることがあって、コンパクトに、コンパクトにするっていう、なんか今のだったら直線で恥ずかしくなって心が折れるじゃなくて、直線で何々みたいな、もうなんか一気に言うんでしょ。でもそっちの方がいいみたい。あと、そうっすよね。そうなんだって。はいはいはい、俺、この前、その、ディレクターさんに、長いっすって。やっぱ。言われた。あとこうフリップとかに書くときって長いやつだと先に読まれちゃいますよね。そう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 。こっちね、あの、読んでる間になるとね。うん、まあ、僕も見てる方の立場と、先読んじゃいますもんね。うん、そう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 。だからこの出し方もそうなんで、ここまで溜めて最後にこうなのか、はいはい、こう出してこう喋るかっていうのも、はい、ありますよね、あるんだと思う、はい、うん、先にこうこっちで読みながら最後に出すみたいな人いますよ、ね、そうそうそう、俺でもね、だから文字長いからこっちで基本的にここまで読んで最後にここでこうっていう、そうすると見てる方だと結構入ってこ、うん、来ないのか、来ないっすよね、あーやっぱり、うん、でその後にこの長文を見せられるわけですよ、そう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 、あーってなりますよね、やっぱ短いワードで、はいはい、うん、多分あれですね、文章で見たら面白いけどみたいな、そう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 かタイプですよね、そう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 、はいはいはい、すげえ、だから俺言われたもん、俺個人的にめちゃめちゃ面白い答えだったのね、はいはい、気に入ってる、気に入ってる答えだったんだけど、はい、長いですって言われてでもどうしても出させてくださいって言って、はい出したんだけど、あの長いって言われたのがプレッシャーになって、初めにもう出しちゃったのねそしたらもう文章覚えてなくてさ、舞い上がっちゃって、はいはい、で間違ってもう一回取り直しましょうってウケねえわ確かに長い答え出すとき結構読む側も緊張するっていうあるあるありますよね、読み間違えたらいけないみたいな、うん、だからやっぱできるだけコンパクトに心がけた方が、はいはい、でコンパクトに心がけんだけど、普通の言葉じゃなくてセンスにいい言葉なのね、はい、ああ俺あとあれだわ、最近最近はなんかね、この言葉がねイラっとくこの言葉を出す人、あこれよく使いませんね、これ使うね、あ見えるかな、世界観、世界観、下手だ、世界観、これ言っとけばいいみたいな、そうそう、こうこうそうだろこれ言っとけばなんかまとまるみたいなさ、でもなんかわかります、その有名な、まあ、芸人の方とかでも、うん、ワールドみたいな、そうそうそう、ああはいはいワールドでもそれはその人、うん、でもなんとなく納得いく人もいるんだよね、いますよね、うん、そうそう、その人しかできないことっていうのはあるから、はいはいはい、うん、それはワールドでいいと思うんだけど、はい、この世界観出されてね、なんかね、なんでですか、わかんない、なんかイラッとすんの、多分すごくセンスのいい言葉だから、あもうそれ以上それ使われないじゃん、もう、はいはいはい、うん、でも言われたら嬉しいっすよね、はい言われたら最高の嬉しいっすよ、最高のいい言葉です、はい例えば山内さんの世界観好きだ、好きやわって言われたらもうすごく嬉しいですねすぐもうぐっすり、ね、眠れますよ ね、 その日は、うん、言われたいわディレクターに言われたいわ、怖いディレクターにじゃあどうしよう、 あとなんかある、でも結構その今まで出たパターンの答え多いっすね、思いつくのやっぱり、他のパターンっていうのが自分のパターンにどうしても当てはめて考えますよ ね、 うん、そうだよね、俺やっぱその
前半はもう息を沈めて後半で畳むっていうタイプなんで、うん、逆にダメなの書いてみる最後にダメなのダメなのこのお題でお題で、あこれダメだこれ絶対ダメだ、右腕だけムキムキになるこれダメですねこれダメですねこれはダメだいやでも散々今まで話してきて見るとめっちゃ面白い、面白いけどね今だと面白いけど多分これ一番最初に出したら面白いだよねあ、そういうのっすねこういう出し方も、ね、こういう出し方もあるかもね、ダメなやつを一番最後の散々出尽くした後に出すパターンで、まあまあ、うん、ライブとかだったら受けるかもね、今更それ出すなっていう、うん、そうそうそういや、もう普通笑っちゃいました本当もう散々時間喋ってきて語ってきてのこれかいまあダメってことですよね、だから、うん、だから時と場合だよね、うん、時と場合によりきりで当たる時と外れる時あって、多分これ一番先に出したら外すなダメなやつだってだからですよ、なんかその回してる遠心力でどっかに飛ぶってちゃうみたいなダメだねもう多分ダメです、ダメですね、こういうのは、うん、でも最後に来ると面白いかもしれないやっぱ答えがないね、大喜利はね、答えがないですね、まだまだ研究していかないといけませんね、はい、いけませんね、